ルートビヒ二世は第四代バイエルン国王。神話に魅了され長じては建築と音楽に破滅的浪費を繰り返した強王の異名で知られる。ノイ・シュバンシュタイン城やバイロイト祝祭劇場を残し、校舎には文字通り世界中より音楽愛好家が集まっている。若い頃は美貌に恵まれ、多くの画からによって描かれた。父マクシミリアン二世とプロイセン王女で、 プロテスタント教徒のマリーとの間に、ニンフェンブルク城で生まれた。3年後の1848年に、弟夫一世が生まれるが、同年に、祖父ルートビヒ一世が退位し、それに伴い父が国王として即位した。祖父と同じ名を持つルートビヒは、王大使となったが、父が執務で忙しかったため、彼はヨカオ、ゲルマン神話や騎士伝説などの物語を読んで過ごし、 それらから大きな影響を受けた。1863年8月にミュンヘンの宮殿でプロイセン王国の首相ビスマルクと会見した。その後、ルートビヒとビスマルクは対面することがなかったが、ビスマルクは執務室にルートビヒ2世の絵を飾るほど好意を寄せ、ルートビヒは友情に近い尊敬の念を持っていたと言われる。ルートビヒ2世は禁じさせた美青年たちを愛し、 女性を献起していたが、自分と同じビッテルスバッ派家の一族である、オーストリア皇后、エリーザベトだけには、女性でありながら唯一心を許していた。彼女もまた、ルート美ヒ二世と同じく堅苦しい宮廷を嫌い、逃避行を繰り返していた。王の将来を、心配していた、エリーザベト皇后は、自分の妹ゾフィー・シャルロッテを王妃として推薦し、1864年1月、 ルートビヒは、ゾフィーと婚約した。挙式は、ルートビヒの誕生日の8月25日と決まったが、まず10月12日に延期され、さらに11月28日へと再延期された。ゾフィーの父、マクシミリアンは、今度日程を伸ばしたら、婚約の話はなかったことにすると、最後通告を送ったが、ルートビヒはこれに立腹し、婚約を解消した。 ルートビヒのこの態度にエリーザベートは怒りを覚え、彼と絶縁したという。ノイ・シュバンシュタイン城1864年3月10日、マクシミリアン2世が崩御し、バイエルン号となった。即位したルートビヒは早速、王の仕事として、宮廷秘書のフランツ・フォンプ・フィスター・マイスターに命じ、幼少の頃から憧れだった、作曲家ワーグナーを宮廷に呼び招いた。当時報道がたたって、 経済的に苦しかったワーグナーにとってこれは願ってもない話だったが、多くの家臣は悪い噂が流れていた、ワーグナーの召喚を心よく思わなかった。結局ルートビヒは家臣の反対を受け入れ、1865年12月、ワーグナーを一時追放した。それから執務を嫌うようになり、幼い頃からの夢だった騎士伝説を具現化すべく、 中世風のノイシュバンシュタイン城など豪華な建築物に力を入れるようになった。また彼はフランスのルイ14世を敬愛しており、ベルサイユ宮殿を模したヘレン・キーム税城を古城の島を買い取って建設したほか、ダイトリアノン宮殿を模したリンダーホーフ城を建設した。ちなみに、ルートビヒ2世は歯が悪かったが、ルイ14世も 同様に歯が悪かったので、むしろそれを喜んでいたと言われている。多数残った城、宮殿を築いたことから、メルヘン王などと呼ばれるほどである。1866年、広島戦争が勃発し、バイエルンは、オーストリア帝国側で参戦することになった。戦争を嫌うルートビヒは大意さえ考えたが、結局、議会の要求通り動員令に署名した。戦争には、敗れ、 参戦に反対していた、ルートビヒの国内外での立場は相対的に良くなったものの、バイエルンはプロイセンに対して多額の賠償金を支払うことになった。幼少期のルートビヒと弟オットー1870年、不屈戦争で弟オットーが精神に異常をきたした。ルートビヒはますます現実から逃れ自分の世界にのめり込み、昼夜が逆転した生活を送るようになった。 王は一人で食事を取り、あたかも客人が来ているかのように語っていたり、夜中にソリに乗って遊んでいたところを、地元の住民に目撃されたと伝えられている。危惧を感じた家臣たちは、ルートビヒ二世紀の位を計画し、1886年6月12日に彼を逮捕し位した。代わりに政治を取り行ったのは、叔父の摂政ルイトポルト王子だった。ルートビヒは、 ベルク城に送られ、翌日の6月13日に、シュタルンベルク湖で、医師のベルンハルト・フォングッテンと共に水死体となって発見された。その死の詳細については未だ謎のままである。その知らせを受けたエリーザベト国王は、彼は決して精神病ではありません。ただ、夢を見ていただけでしたと述べている。生前ルートビヒは、私が死んだら、この城を破壊せよと遺言していた。 それは、彼が城を、自分の世界の中だけに止めたいという思いから来た、願いだったが、摂政ルイトポルトは城を壊さずに、むしろ地元の住民に解放した。現在でも文化財として保全され、バイエルン地方随一の観光資源となっている。晩年のルートィヒ2世、ルートィヒ2世は、精神病を理由に排位されたことになっているが、実情は、バイエルンの経済が、 破綻寸前の状態にあったことがその真の理由だったと考えられている。バイエルンは1866年の広王戦争におけるプロイセントの講和条約のために多額の賠償金の支払い義務があり、さらにルート比ヒ2世の相次ぐ城の建設や政情不安などにより経済が混乱状態に陥っていた。これを危惧したバイエルン首相ヨハン・フォン・ルッツラが グッテンら4人の医師に王を精神病と認定させ、近地三者にすることを決定したということになっている。この点に関しては、議論があるが、少なくとも4人の医師が実際にルートビヒを鑑定した記録はなく、証言者の信頼性に乏しい証言や観察をもとに、診断書を作成したことは事実であると言われる。ありがとうございます。